はい、皆さんこんにちは。こんにちは、アムールチャンネルです。アムールチャンネルは宇宙から地球に移住してきた皆様の3次元の世界がより良くなるようにということで、各界のレジェンドをお迎えしておりますが、もう今日はレジェンドからレジェンド、はい、レジェンド本物のもう亀仙人じゃないですよ、仙人です、仙人、はい、本当に地球の仙人、シャンタンさんでございます。シャンタンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。シャンタンさんと目にかかるのが並木義和さんのフェス以来なんで、じゃあ何年ぐらい、もうちょっと年近くですね、なんですけど、シャンタンさんといえば日本に初めてディスコ、そうだね、ディスコ、ディスコ作った超本人でございまして、当時の彼女があれですよね、有名モデルの、そう、モデルの山口紗友子さん、今も降りてくるって、はいはい、私たちの世代は、資生堂のコマーシャルが流れれば、あのおかっぱのね、あ、そう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 、あれでしたね。だからね、若い頃はこうブイブイ言われてましたけど、今は仙人になってアーティストでもいらっしゃるということで、そうなんですよ。まあ瞑想家っていうご紹介がいいんですかね。いや、なんというかアーティストですね。アーティスト、私が、シャンタンさんのところでデグシャギバーっていう、はい、なんかこう、はい、宇宙のエネルギーを拾って人にこう、あげる資格を主人と取らせていただいたのが、5、6年前なのかな。あの頃はあまりこの、あのアートはされてなかったですよね。で、なんかちょっとこのちょっとの期間の間にすごいアートアートづいて、アートづいて、それでアーティストに特化するって決めたんで。じゃあ瞑想はもうやってないんですか。いや、瞑想はまあ瞑想もやるんだけど、アーティストに特化するって決めたので、もう今年から、本当に最近です。衝撃的だった。ところなんかシャンタンさんの瞑想の誘導ってすごく素敵だったし、人気あったじゃないですか。はい、なんかそのなんか癒し系の、そのシャンタンさんの声で誘導してもらうの、シャンタンさんの声常に揺れてるのが意味があるんですよね。これはさ、ゆるゆる瞑想って言って、こう腰を回しながらいるといいですよ。何にいいんでしたっけ。そう、なんか昔なら内臓にずっと特化する。そう、あ、ね、1個やってほしい。なんかほら、あの羽が生えてたのを思い出してくださいみたいなね。そう見てる方と私と由美さんもいるんで、はい、はい、ぜひ。それじゃあちょっとやりましょう。はい、お願いします。はい、それじゃあ、両足を開いて、はい、で、こう目をつぶって腰を回します。右回り、左回り、で次、8の字に描きます。横8の字、右からと左からと、次は縦8の字、縦に8の字、右からと左からと、そして最後が斜め、これが一番腰がほぐれば、
右からと左からと両方あります。あ、そういうことか。だんだん静かになってくる。内臓があったかくなって、お腹にいることができるようになります。そうすると、この肩を開いていく。肩甲骨。はい。肩甲骨を開いて。それで初めて人間は自由になれば。それじゃあ目を開けて、終わり。ありがとうございます。温まったかな。温まりました。温まりますね。ちょっと今日外が寒かったんでちょっと冷えたんですけど、もう中から。あ、そうだ。あなたは冷えてるね。はい。わ、そんなの分かるんですか。冷えてる。はい。それはサンタさん、サンタさんって見える人だったんだっけ？いやいやいや、あの感じ？感じ。陰性体質と陽性体質ってあって、あなたは陽性です、でこの人は陰性で、ちょうどそれで言いやすいの、でそれで陰陽でうまくいってんですよ、じゃあ私が暴走しないように耳が止めてくれて、そうそうそう、とんでもございません、逆もいっぱいあります。まあ陰陽が、バランスになってるんで、体が温まる、この高々回し、サンタさんってずっと回ってますもんね。そうそうそう、ずっともうずっと回ってる、もうずっと回ってるよね。もう何をやってる時でも、で当時はなんかこのなんかクリスタルボールみたいな、なんていうの、あの鐘の、シンギングボールか、みたいなのやって、誘導瞑想してくださったりとかしてたんですけど、じゃあ今はもうそれはやめて、はい、このアート1本、おーアート1本になりたいな。これは降りてくるんですか。はい、そう、降りてくるって言えば降りてくるのね。まずね、山岡鉄舟が作ったお寺で座禅してたんです。それはどこにあるんですか。谷中にある。あ、朝5時から座禅するんで、行って毎日瞑想してた。それで書か何かを書いてた。これはなんていう文字だ。龍ですか。あ、龍だ。どれが龍？これ？これ。へー、崩してあるけど龍なんですよ。へー、それで
竜とか神とか一円草とか、一円草っていうのは禅のお坊さんが悟りの境地を書くのでずっと書くわけですね。そういうものを書いてたらだんだん色をつけたんだね。それでこれが竜ですね。あ、そうですね、これね、一番素敵。なんか仕上げはコンピューターを使ってるそうですね、はい、最初は手で描いて仕上げに、はい、そうだよね。なかなかこうほら絵を描く先生、これリムさんの周り結構長谷倉美幸さんとか、うん、あのチリアートさんとか、ね、いらっしゃるけど、またちょっとシャンタンさんのは、うん、違うテイストの。それで、失礼ながらこのお年で。サンタンさん、いくつになったの？81ですね。まあ、やれる限りやる。で、芸術は爆発だって言葉があった。で、それは一体何なんだっていうのが芸術なんだ。で、本当にそう思うんですよ。で、これは芸術は爆発だ。結構やっぱり男性の描く絵だから、うん、男らしいというか、うん、激しい差がありますよね。あの長谷倉さんの絵とか、うん、知恵さんの絵ってこう、うん、わーっと女性の、やっぱ男性性の強い、うん、あの色合いはピンクとか可愛い色使ってるんだけど、うん、やっぱりシャンタンさん男だって感じ。これ全部でいくつぐらい描き上げてるんですか？まあ、本当に全部あれば2000点ぐらいあります。そんなの？はいはい。その中でこういうふうに、これは一円草ですね。ごめんなさい、一円草知らない。はいはい、禅のお坊さんが一円草って書いて、悟りの境地を見せるので、この図っていうか、この柄を一円草っていうんですか、うん、あ、そうなんだ。もうあれですよね、なんかね、これは受胎の瞬間。生命誕生ですね。まあ、言われてみればそんな感じがする、うん、それがシャンタンさんが湧いてきて描いていく、うん、素敵、虹。これは6、7年前から始まったんだけど、空を見てると流体がだんだん方に変わる。ほう、流体の世界が方の世界、うん、それを表した。これがこっちが流かな、うん、変わっていく様って感じ。あ、こっちはね、どっちかというと綺麗な世界ね。あ、なるほどなるほど。溶けていく世界、消えていく世界。だから女の人はこっちが多いです。これの絵は女性には合うものとか男性に合うものとかってあるんですか？その人その人に合うものがあるんで、ちょっとちなみにユミさんにならこれ、私にはこれ。あ、なんかちょっと急にポップなの。はいはい、ポップな世界ですね。もともと若い時から、ああそうそう、ね、日本のこう、赤みたいな字が、うん、出てきた。素敵。あ、素敵ね、素敵ですね。これちょっと床の間にいいかも。ね、僕はさ、こんなに上手に描けないんだよね、普通は。あ、で、だから僕の字じゃないの。山岡鉄舟がなんか乗り移って描かされてるって感じだね。じゃあ龍の絵の時は別の人かもしれないし、まあわからないけど。勝手に動くんですか？そう、勝手に手を。やっぱりね、それが本当の芸術ですよね。天とつながったものを下ろすっていうね。まあなんか瞑想もそうだったけど。ずっとそういう、あ、でもシャンタンさんっていつからそういう神様ごとですか？え、もう長い。神様ごとはずっと長いんだけど。最初はこうどっちかっていうと芸能バタというか、なんかそういうイメージがあるんですけど、なんかプロ、なんかいろんなことをプロデュースされたり。僕は60年代の、
生まれてないわ。生まれてます後半、はい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 、68年とか、はい、そこら辺りの時すごいピークがあったんですよ、はいはいはい、時代のピーク、はいはい、でもしかしたら行くかもしれないっていう、うん、のがあって、うん、その時にいろんなことをやったんだよ。例えば、例えばディスコ作る、うんうんうん、あの最初のディスコ作ろうと思ったのは、うん、僕の映画をやったらみんなが踊り出した、うん、それで、あ、そうだ、ディスコ作ればみんなが踊れる、うん、って言って、そういうものを作ったんですよ。メビウスとか、うん、キラージョーズとか作って、うん、当時の最先端、うん、そうだよね。まあなんかそこだけ聞くと、うん、神様の世界とはだいぶ離れた、うん、でも仕事をずっとされてて、うん、でも同じです。同じなの、うん、同じどういう風に同じの？歌って踊って、うんうん、あ、確かにね、うん、サンタンさんの資格いただくとき歌って踊るのよ、1時間とか、うん、気がおかしくなるよ、やらにやってる方は、うん、大きい声を出して1時間跳ねるとかね、あとなんか宇宙人語をずっと喋りなさい謎な研修が私初めて、そう、初めてそういうの参加したからちょっとびっくり、びっくりしてみんな大丈夫かなって自分もやりましたけど、それで今までの自分とさよならするために自分に衣装を描きなさいって言われて、衣装描いたんだよ自分に。いやもう忘れちゃった。だからその時その時で多分シャンドも思ったことをやってたんだよね。全然忘れて、今はひどいね今は本当全部忘れて一から思い出さないといけないっていう状態になっちゃったね。でもそれもほらちょっと体調悪くされた時あったじゃないですか、うん、去年か一昨年ぐらい、うん、それもなんかチェンジのタイミングだったんですかね、うん、はいはい、うん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 、よく言いますよね、うん、はい、うん、まあ、あとそれだけこうね今にしか生きてらっしゃらない、うん、過去も未来も関係ないっていうか、うん、瞬間瞬間生きてらっしゃるから、うん、それは記憶も飛びますよ、うん、だってその調子悪くなる前は安江先生の道場で代わりに講師されてた時もあるんですか、はい、秋道もされるんですか。いやいや、やらないんだけど、ああ、ね、口で指導はできると、はい、安江先生は面白いよね。うんうんうん、ゆみさんもね、うん、私も10年ぐらいお付き合いがありまして、はい、天井村にもね遊びに来ていただいたりとかして、安江先生と矢作先生は、うん、まあ、対局ですね、うん、ああそうなんだ、それもインド洋、インド洋みたいな、はいはいはい、矢作先生はインで、うん、安江先生、安江先生、安江先生がインなわけだね、うん、そう、もう見るからにですよね本当に、だからいいコンビなんですね、うん、なるほどね、なるほどね、うん、そうだね、陰陽でバランスが取れてる、うん、でもお二人とも愛の人ですからね、うん、本当にね、日によって、あ、もちろん僕は陰の性格でした。でだんだん陽に近づいていった、うん、絵で浄化、絵が一点飾ってあるだけで波動が変わるから、メビウスの輪でね、はい、さっきこれに従ってご腰を回してたっていう、そうそう、なるほどね、はい、僕のサインが意味がある。私は家を2軒引き寄せました。それは普通だよね、うん、普通じゃない、いや普通じゃないけど2000兆円は欲しいなと思って2000兆円マジ、うん